思うよな。でもさっきちらっとその禁断の話になったんですけど、うん、僕らコスモハイツをやってる側として、うん、言うたらリーダーのたっちゃんが禁断のリーダーになるっていうことを僕ら体感してるんですよ、うん、だからそのコスモハイツをやめんのみたいな、どっちどっちみたいな、うん、でも普通に禁断の YouTube そのままパクればよかったよ、チャンネル。それも考えたんですよ。でログインしてもう全部それは普通にパクってるじゃないですか。ガチでパクってるじゃないですか。ログインして俺と更新する件って言って、うんはいはいはい、で向こうの権利を外すよ、うん、だからそれもちゃんと犯罪じゃないですか、ね、いやリーダーやっけ、何が悪いじゃん。リーダーだって禁断のリーダーでみんな認めてさ、リーダーですってやっとってさ、はい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 、はい、何が悪いじゃん、リーダーや。まあなんか気まずいじゃないですか。愛されたいもんな。そうでもマジでもう、うん、結構やばいムズいってなってきた時にやばいどうしようってなって、はい、もうコスモハイツのサブチャンにするかっていう案は出たんですよ。そうでもそれはやっぱ気まずいってなって。え、禁断のチャンネル今どうなっとる？禁断チャンネルは売るってなって、うん、今話がちょっと、うん、何円ぐらいで売るよ。いやそれもまだ確定全然してなくて、うん、でもざっくりざっくりざっくり2000万は超えてると思いますっていうぐらいです。ああ、うん、高いね、はい、高いも、相場わかんないっすよね。相場が、はい、あれ。それやったらだって今回のこのプレゼント企画から参加してさ、はい、500万でさ、20万円増えたりするわけやん、はい、で、それ何回かやった方が新規の新しいは確かに禁断の増えた今200万って結構振動感めっちゃ多いと思っちゃう。 Google アカウントって結構すぐ死ぬけ、はい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 、しかも最近見てないやつとかってアナリティクス的にも結構弱いけ、うん、絶対に今回一気にガーンって増えたやつの方がホッと。なるほど、本当にそうですよね、うん、でももう一番最後ね、解散するときこれこれさんの生配信出てね、やってたかな。あ、やってた、うん、そんなんもあった。そうっすね、2000万なんや。意外と再生、そうですね、こんなに禁断ボイスは落ちてたんですか、再生数。いや、めちゃめちゃ落ちてて、うん、そう 5.7、うん、いや、あのね、企画とかめちゃめちゃね、面白いしね、やっぱね、あれもうまいんやけど、はいはい、ちょっと別のところにちょっとあるよね、問題は。はいはいはい、はい、だから今はね、なんかそう